夜遅くに、こんばんは。ノア君、髪染めたの？そうだよ、染めたよ。さっきインスタでさ、紫ってお伝えしたのに、全然紫感ないよね、今、この画面上じゃ。一応紫なんですよ。まあ、紫、ダークパープル。赤みがあるダークパープルって感じなんですけど、どうですか？なかなか、この半年間ずっと、なんていうんですか、メッシュだったからさ、結構印象変わったって周りのみんなにも言われて、めっちゃいいねってみんなに言われてるんですけど、みんなはどうですか？僕の新しい髪色似合ってる。ありがとう。赤ではないんだよ。赤なんかな、もうわかんない。みんな赤って言うからさ、赤なのかな、これも果たして。まあ、一応、パープル。まあ、紫色ですね。いやー、本当に。まあ、ちょっとまずお伝えしたいことは、LINE ミュージック本当にありがとうございます。いやー、もうびっくりですよ。毎日、デイリーも含め、リアルタイムも含め、ずっと1位、2位というね、すごく高い位置に僕の曲があって、ね、TikTok でも3000件ぐらい、4000件ぐらいも動画回ってて、いやー、本当に嬉しいばかりです。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。みんなさ、ジャスフィーネ、ジャスフィーネって踊ってくれてて、最高でございます。ありがとうね。Thank you so much。で まあ、昨日は、そう、ブルーム、Thank you, ブルーミー、ファミーティング、最後でしたが、慣れて克服した。そう、慣れて克服しました。皆さんのおかげで。ありがとうございます。克服できましたよ。昨日それで言うと、袖で出る前に、あ、違うな。メイクしてる時だ。メイクしてる時に、おめでとう。ありがとう。メイクしてる時に、そういえば今日の挨拶で、ナルテをリベンジしたいと、まあ、ケイちゃんと話してて。で、まあ、正直もうやるかやらないかを迷ったんですよ。そんくらい怖くて。でもまあ、ケイちゃんが、いや、絶対やった方がいい。じゃあやるしかないなと思って。で、まあ、でも、前回通りやっても、ダメだから、その、ブルームに慣れてよかったの慣れてだったから、それは確かに僕も改めて思ったんですよ。そりゃそう聞こえると。だから、って考えて、りんちゃんと二人で、なんかを間に挟めば、慣れてが その、ちゃんと伝わるんじゃないか。ってことで、僕たちブルームに、止めて、慣れてって言いました。したら、皆さん結構、なんていうんですか、湧いていただきまして、湧いていただきまして、いや、すごく嬉しかったです。その後のマリオ、マリオも出ちゃう、あんだけ嬉しくなると。まあ、あとね、やっぱまあ、何よりも、まあ、皆さんもそうですけど、まあ、メンバーが、もう、ケイちゃん、シュート、リンちゃんがね、もキューって言ってくれるから、それは僕もテンション上がってマリオ出てきちゃいましたね。はい。いやー、ちょっとね、テンション高くなっちゃいました、昨日は。克服できましたよ、本当に。ねえ、嬉しい。ありがとうございます。いやー、でも、さあ、まあ、今日朝起きてから、マジで、ファンミのこと考えててっていうか、やっぱこんな長い間さ、ファンミさせていただいて、毎日みんなに会って、急にさ、まあ、26も同じような、あれだったんだけど、今日もなんか、すごく変な気分で。でも26とは違って、今日はもうさ、そのブルーミーのみんなと会えるのが次いつかわからないっていう状況にいるから、今。だからね、なんかすごいいろんなこと考えたり、まあ、
ずっとブルームの曲聴きながら、ほんとずっとブルームの曲聴きながら、なんか思い出したりとか、あとそのファンの皆さんからクリスマスプレゼントはありがたいことにたくさん届いててありがとうございます。まあ、その中にもすごくブルームの写真をこうアルバムにしたようなプレゼントもあったりして、そんなも見て素敵だな、いいな、よかったなと思って過ごしてました、今日は。はい、ファンミもライブも行きたかったね。ファンミーティングもライブもまだ来れなかったって方もいらっしゃいますもんね。いや、僕は勝手ながらですけど、本当に個人的に勝手ながらですけどね、いつかまた絶対に会いたいなって思ってます。まあ、でもまず何より僕たちそのカウントダウン TV 出させていただくので、年越しは僕たちと一緒に過ごしてくださいね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ。だって最後ね、テレビでみんなの前で歌えるわけですから。まあ、来年になったらその個人的にというか、まあ、僕ノアとしては会う機会たくさん設けるので、いや本当に多分ねたくさん設けるんですよ僕。うん、だから僕に会いに来ることはできます。そう、だからぜひ会いに来てくださいね。ね。いやー、でも本当ファンミ楽しかったな。お見送り会もすごく楽しかったです。だってさ、あんな近い距離でさ、そのファンの方と、まあ何、話すというか、まあ、手を振るだけでしたけども、でもすることってなかなかないじゃん。すごく貴重だったし、ただね、まあ、お一人すごく僕覚えてて、その昨日の出来事なんですけど、まあ、昨日お見送り僕たち6人で会って、でその3-3でこう分かれて座ってたんですよね。分かれてだから3人が前座ってて、3人後ろ3人立ってて、でやっぱその3人の時でもやっぱその急にさ、こうやっぱ歩いててパッて見るからさ、やっぱいや僕が普通にファンとして分かんないアーティストさんのライブじゃないお見送り行ったとしてもめっちゃ焦ると思うんですよ。なんなら一人しか見れないかってぐらいね。で昨日6人だからさ、やっぱもう最初から結構みんなそのね、まず自分のねそのまあ推しというかを探すので結構大変なんだろうなっていうのは見てて思ってて、したら僕の顔を見ながら「綱くん大好き!」っておっしゃった方がいて、ちょっとねすごくまあ申し訳なかったというか、はい、という出来事がありました。すごく本当に僕の顔をこうジェッと見ながらすごい笑顔で「綱くん大好き!」って言ってくださったんですけどそうなんだよ。ちょっとね、そう、まあ後々ケイちゃんには伝えましたけども、そうだ、お見送りもねやっぱすごい楽しかったですね。お見送りもファンミもでもあんなにこう近い距離で歌えて、またこう客折りも、ん、客折りっていうんですか、あれは客席の方にまで行かせていただいてね、みんな本当こんなにたくさんこううちわを作ってきてくれてるんだって。そう、ラッフィーの僕の愛犬のラッフィーの顔をジャンボうちわ並みにプリントアウトして持ってきてくれてる子もいて、あとラッフィーにご飯あげたとか、そうさすがにね、会場にラッフィーの顔がいたらパッて目がいくよね。え、なんでと思って、ラッフィーがいたなっていう覚えてますけど、そう、お見送り名前呼んでもらえた、息できなかった、いやいやいや、そんな楽しかったね。
いや本当にあの僕のファンの方で、その僕のファンミーティングの際に出した、まあ、T シャツだったりだとか、バンド、このバンドなんていうんですか、バンドライト、ライトバンド、まあ、バンドライトとかをつけて来てくれてる子も本当にいらっしゃって、めっちゃ、でもさ、そのお見送りの時に気づいても、そのなんだろう、まあ、言えないのよ。だからこうあーってやりながら、僕も僕でこう吐けた瞬間にあって言いたくなった瞬間がもう何回もあった、本当に。そう、いやでもめちゃくちゃ嬉しいからさ。あとあの、そのそれこそさっき名前呼んでくださってってやったけど、そのこうみんなこう名前をだからここに書いてくださってるわけね、ここに何々って呼んでって。ただ時々あの真っ白な文字でもう何も見えない時もあったね。それはうん、ごめんあとあの多分まあ僕も反対側の立場だったらそうなるなと思ったんですけど、その呼んでって言いながら、やっぱこうみんなすごいこう手を振ってくれてるからさ、その手振ってくれてるのでもう字がわからないっていうこともありました。そうだからね、まあ、なかなか可愛い現場でしたけども、現場場所、いやでも本当に嬉しかったですよ。ありがとうございました。貴重な、本当に貴重な時間でした。いやだからね、あの来年僕その個人でやる際もなんかね、そういった機会設けたいなって思っちゃいましたね。まあもちろんその5月のねワンマンは決まってますけども、それ以外にもいろいろと今めちゃくちゃ考えてるので、はい、まあそれこそファンクラブも含めいろいろ考えておりますので、お楽しみに、情報をお待ちください。はい、です。髪の毛スキピありがとう、そう言ってもらえて嬉しいです。大阪にも来てくださいね。もちろん行きますよ。福岡来てほしいよ、行くよねえ。I got no time to lose. The key to the night. Pogo super la ta ta ta. 制服参戦しました。ああ、制服の方もいたね。サンタの方もたくさんいらっしゃったし。受験生に応援お願いします。頑張ってください。僕も頑張ります。頑張りましょう。ノア君の昔の TikTok めっちゃ見てる。ああ、そうね、今日あげたのもそうだし、昨日アップした TikTok もあれ、僕一回すごい前にやったことがあるネタで、だからそれをこう比べて編集してる TikTok 見ました。なんか成長、まあ、ちょっと成長してんなと思いました。ファンミのグッズ全力で振った。そう。だからそれが見えたのよ。だから、めちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうね。長野県。おー、行きたいですね。ノア君の料理動画またしてほしい。そう、料理動画さ、あの、TikTok 見てたらめっちゃ出てくる。僕のあのパスタ作ってるの。あれね、懐かしいよね。あのなかなかできないやつね。そう、いや僕料理すごい好きなんですよ。すごい好きなんです。ただただ、いや下手ではないな。いやリベンジしますか、じゃあ料理動画もちょっとしたら。ミニチュアトマトそうね、そうミニチュアトマト言ってたね。ふみふみと一緒に料理してる。わあ、それは僕普通に習います。生徒として。
最近寒いから風邪には気をつけてね。いやー、皆さんも風邪には気をつけてください。本当に今日とかめっちゃ寒いもんね。びっくりした、外出た時。ノア君カメラも、ノア君持ってるカメラの種類ってなーに？僕のカメラは ZV-E10 っていうやつです。ソニーさんから出てる、いわゆる Vlog カメラ。Vlog を撮るためのカメラ。そう。けど、こう、レンズを変えられたりとかできて、すごく、いいですよ。おすすめです。はい。なんかいわゆる Vlog のために作られてるから、なんか美肌効果とかもあったりして、はい。明日梅田のポップアップ行く。おお、すごく素敵な場所になってましたよ。僕とケイちゃんが壁に書かせていただいたので、メッセージぜひ見てきてください。使ってる香水とか教えていただきたい。どうしようかないいよいいよっていうほどもなんでもないですけど、僕はね、最近めっちゃつけて周りにいいねって言われるのはジョマローンのウッドセージ、これなんていうの、ウッドセージで合ってるのかな、多分ウッドセージ&シーソルトコロネです。近すぎてる、あれだ、ボケちゃった。はい、これです。はい、ウッドシーソルト、そうだね。間にあるこのセイジっていうのを4つ飛ばしていいんだな。じゃあウッドシーソルトでございます。ぜひ、多分男女関係なく使えるから。お年玉で買うかわいい。ぜひ。どんな香りなの？そうだね、なんか柔らかく、こうさ、きつい香りってあるじゃん。っていうよりかは結構ほわーんと漂う感じのいい香りです。Do you want somebody?今それ人気だよね。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。知らず。僕すごい前にもらったもので。てかさ、なんか茶色みたいになってない？これ。あ、やばい。今普通になってないって、ボケじゃなくて普通に自然に言った。怖っ怖っ。まあ、いやね、茶色みたいになってますね。はい、毎月8がつく日にインスタライブしてほしい。なるほどね、ブルームということで。ああ、なんか素敵ですね。27がつなの日みたいなことですよね。ペイペイ払いな。そうだ、ペイペイ払わなきゃだ。よくファン見来た方だな、よくご存知で。そうなんですよ、多分、20円ですかね。はい、後でペイペイ送金しなきゃ、ケイちゃんに。何、本当にこのトゥトゥノア君にコメント読まれたことない、悩ます。どうですか今読みましたよ。
テンルルテル、ツナ君の誕生日何あげたの？ジョーダンをあげました。僕たち6人から。シュート分かってた。あ、そういうことなんだ。シュート、首都東京。ああ、そういうことか。僕全然分かんなかったです、本当に。僕普通になんか首都、首都、首都が都で終わるから、それで東京って思ってました。ああ、そういうことか。州と首都東京。ああ、なるほどね。今気づいたの。うん、今気づいた。今ごめん、本当にマジで分かんなかった。本当にあの場にいた時はずっと僕はあの州とだから都で終わるじゃん。だからその東京っていうので勝手に思ってました。全然違ったようですね。恥ずかしい。本当に分かんなかった。九州にもめっちゃ来てるし、いや行きたかったです。おかか難しかったね。いや、おかか難しかったね。おかかはあと僕食べないんですよ、おかか。そのコンビニでこうあのおにぎりが並んでんのイメージして、でなんかおで始まるものみたいなの考えたんですけど、おかかが出てこなかった。だっておかか食べないもん、僕はね。はい、おかかわかんないよね。マー君のおかげで毎日幸せです。こちらこそです。なんか今なんかあの質問コーナーみたいになってるけど、梅全然分かってなかったの面白かったです。ああ、そう、梅本当に分からなかったんですよ、僕。あの本当に、いや、もう僕でもこれに関しては今だから言えるけど、本当にブルーミーのみんなのおかげです。もうブルーミーのみんながあのファミ昨日配信見てくださった方は分かると思うんですけど、まあまた来てくださった方、その質問が後ろにあってね、僕たちはそれを当てるっていうファンの方の、反応を見て、でその僕本当に多分下手で、で梅っていうお題があった時に、まあみんなも結構分かってて正解したりしてて、メンバーは。で前僕がその色で表してくださいしたら、確かその時に赤、オレンジか赤でこうやってくれて、でみんなもその時おおみたいになって、で僕は分からないで、2文字分からないでそのまま続いてたんですよ。したら僕のこう前の方にいるファンの子が酸っぱい顔をすっごいずっとしてるんですよ。酸っぱいみたいな。でそのこうなんか丸いみたいな、丸くてオレンジでみたいな、酸っぱいみたいな、あ、これペンだねやってて、だから見ててでもわからないんですよ、僕何か。だからいやー本当に30秒ぐらいずっと一回無になって考えてみても本当わかんなくて、酸っぱいって言ってしたら、もうねその子が多分その僕の前にいたファンの方がもう多分呆れたのかな、もううめっってやってて、もうあの答えをもうシンプルに僕に伝えてくれて、そう、それでもうあのまあ正解させていただきました、うめ。なので今だから言いました。そしてあのもしあの時僕にあの梅って教えてくれた方が今見てたらありがとうございます。
すごく鮮明に覚えてます。あの上もそうだし、昨日、いや違う、25の日かな、やった時もまた別のファンの方が、あのもう僕にそのあの答えをなんかもうすんごい、あの口では教え、あの言ってなかったですけど、そのまあ手だったりとかでもすごい、もうすぐ分かるような形でこう教えてくださって、多分そんだけ僕が下手なんでしょうね。そういやだからね、あの場ではでもやっぱみんな結構なんで分かったんですかとかってあの聞かれるので、ブルーミーのが教えてくれてって言ったは言ったけど、詳細に言いすぎるともう僕何もしてないみたいになっちゃうから、控え、勝手にながら控えさせてもらったけど、あの改めてありがとうございました。あの皆さんのおかげがあってです。って言ってもあの罰ゲーム何回、3、2回くらったかっていうことがありました。いやー本当に面白かった。でもねえ、そんなこともありましたよ。やっぱああいうのもさ、こうファンミならではだから、ファンミならではの距離感だからできるっていうのでさ、ね、めちゃくちゃ酸っぱそうだ、酸っぱかったよ。ノア君、韓国語と英語どうやって喋るようになったの？小さい頃から習っては現地に行ったりしてました。まあ、韓国はね、韓国に僕ずっと住んでたので。はい。眠いです。すごく正直です。わかります、でも。僕も最初15分だけやろうと思ったら今もう30分経ってました。じゃあもうそろそろ終わるね。あともうちょっと。あの、ごめんなさい、マジで、あの寝たかったらどうぞ先に寝ててください。ノア君が劉備に見えてきた。さっきからちょこちょこありますが、僕でもね、昨日もメンバーにも言われたんですよ。最初、まあ、多分髪色がなおさら見て近いからね、嬉しいですけどね。何時までやるの？いや、もうあのそろそろ終わります。充電が 3% しかない。それはもうあと 3% 以内に終わらせたいね。テテレレテレレテテレ I'm talking, I'm talking.血液何型なの？僕 A 型です。今日ディズニーのワークの曲聴きながらアトラクション待ってたらいいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。いや、本当に羨ましいです。もう僕相当今行きたいんですよ。いや、まぁちょっといつかどっかで叶えますけど。来月とかわかんないけど、本当にメンバーと行きたい、それだけ。気づいた方いたかな。まあ
これどうなんだろう、自分から言うのもおかしいのかな。まあまあ、あともうね、まあそうだな、なんかこれまあ別にあれなんですけど、それも昨日またキイちゃんと話してたあれなんですけど、その君花あるじゃないですか、僕ブリッジ、その叶えたい夢があるフューチャーって歌わせてもらってて、そこで昨日僕その、まあ、ずっとやりたかった、そうずっとやりたかったけどなぜか毎度できなかったものがあって、まあ、本当にこれも個人的な満足なんですけど、その叶えたいってこう出てくるじゃないですか僕が。で昨日やっと叶えたい夢があるフューチャーってできて、そのこれ何かっていうと、あの7回数えてるんですよ僕。こうやってか、え、叶えたい夢があるフューチャーってやってて、その僕個人的にすごくこれをずっと練習してながら思いついてやりたくて、なんかやっぱ7人だからその7つの夢を歌いながらこうパッてやりたくて、それが昨日できたんですよ、最終公演の時に。それがただただすごく嬉しくて、でそれを昨日ケイちゃんに言った、したらめっちゃいいじゃんって言ってくれて、ってだけです。はい、ただ言いたかっただけです。やってきたよ、だから昨日は本当に僕にとっては慣れても克服できたし、そのパートもできたし、すごく最後にしてやりきれましたね。やりきれたのかな。はい、が言いたかったですまあもしね、アーカイブあるのかな、ファンミーティングの昨日の、ぜひもう一度見てみてください。僕が7回数えてると思うので、そう本当に意味を込めてさせていただきました。ラッフィー誰のもん、俺のもんだなそれは僕のもんですよ。いやー25日はね、本当にただただインスタライブのメンバーすぎて、少しこうノリが過ぎてしまった時もあったと思いますか。いや本当にね、あの時 MC でもケイちゃんシュート言ってたけど、僕すごい楽しくて、その以前も最高に楽しかったんだけど、なかなかMC のは新鮮すぎた。そうだよね、そう MC をね、本当に僕は、いや今までその一回どこかでやらせていただいたことがあったんですよ、そのブルームの活動中にね。でもまあやっぱ僕たちの MC はふみやくん、そしてりんちゃん、まあまたシュートで、まあケイティ、そうね、ケイちゃんもそうだね、やっぱこういつもしてくれて、僕はないんですよなかなか、まあ、僕なのでね。そうでもあの日は僕一回やらせていただいて、いやーめっちゃくちゃ緊張した、本当にもうあんなに手汗出たの久しぶりだったの。しかもそのスピーカーの前を
歌いながら撮っちゃいけない。そしたらフワーンってなっちゃうから、ボーンって。一回もしたことないんですよ。それをやっちゃったっていう。初めてです、あのファミで。あんな失敗したのってぐらい、あの日は僕すごい焦ってて。そう、いやでもずっと耳も熱いし、あのコーナー中も緊張ずっとしてたし、なかなかハウってたね。そうだよ。おう、お、韓国ペンブンで감사합니다。많이 봐주시네요。내년에는제가아무래도한국에가고싶어하거든요지금엄청나게팬분들만나기위해그래서기회가생기면와주시면감사하겠습니다숙소타임あ、そうか、これあれか、スクショタイムってあれだよね、そのコメントオフにした方がいいんだよね。はい、はい、どうでしょうか、自慢するっていうね、ファンの方からいただいた、洋服です。めちゃかわいい。トゥルトゥルトゥ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 。ではでは、さっきからね、眠いという、あと寝落ちしてたというコメントが、何個かあったので、そろそろ終わりたいと思います。ごめんね、なんか最近いつも遅い時間にインスタライブしちゃって、ちょっと時間改めてしようと思います。ではでは、またまた会いましょう。もしかしたら明日インスタライブするかもしれないです。まあまたちょっと時間はね、早めにできればしようと思ってるので、はい。ではでは、また会いましょう。Thank you so much for coming. 감사합니다。バイバイ。おやすみ。で終わってくれればいいのに、そんなこと無理ですよね。はい、終わりたいと思います。おやすみ。